皆さんこんにちは。2022年にとある悲しいニュースが飛び込んできたのを覚えていますか？そのニュースとは、俳優でタレントの渡辺徹さんが2022年11月28日午後9時1分に敗血症のため都内の病院で死去したニュースです。所属した文学座によると、渡辺徹さんは11月20日に発熱と腹痛などの症状が出たため、都内の病院で検査を受けました。その結果、細菌性胃腸炎と診断され入院となります。そしてその後、容態が悪化し敗血症と診断され治療を受けていましたが、残念ながら回復されず、61歳という若さでこの世を去りました。葬儀、告別式は家族葬で行われ、2023年3月28日にお別れの会を開催すると先日発表がありました。今回この動画では渡辺徹さんを偲んで、その人生を振り返りたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。渡辺徹さんは1961年5月12日に栃木県小山市で生まれ、茨城県古河市で育ちました。父親の仕事は流しと言われる職業で、いろんな盛り場を流してお金をもらうため定住をしなかったようです。幼稚園年長の時には古河市の松原町から小砂町へ引っ越されています。子供の頃は喧嘩ばかりの渡辺徹さんでしたが、高校生時代には生徒会長を務めていたそうです。1980年に高校を卒業後、文学座附属演劇研究所本科に合格し入所します。入所から1年後の1981年には、人気テレビドラマ「太陽にほえろ!」の新人刑事である通称ラガーの竹本淳二役に抜擢され、一躍人気俳優となりました。ちなみに渡辺徹さんは子供の頃から肥満児だったことから、この役が決まった際は83キロあった体重を69キロまで減量しています。当時の渡辺徹さんはほっそりとした体型と甘いマスクでアイドル並みの人気があり、ファンからのたくさんの差し入れを消化するうちにどんどん体重が増えてしまい、ラストの出演の時には体重が130キログラム前後にまで増えてしまいました。初登場時とラスト回ではまるで別人のような見た目になったという伝説があります。そんな渡辺徹さんですが、太陽にほえろで有名になり、そのまま俳優として活動していくと思われました。ですが体重が増えたことが影響してか、役者としての仕事が減少してしまうのです。1982年にはエピックソニーから彼、ライバルで歌手デビューを果たします。同年発売のセカンドシングル約束はグリコ、アーモンドチョコレートの CM ソングとなり大ヒットとなりました。この曲は代表曲の一つにもなっています。その後もポップ歌手としてレコードを何枚もリリースし、歌番組や CM などに出演、さらに司会者としても活躍しており、過去には三田佳子さん、吉村麻里さん、野際陽子さん、和田アキ子さん、上沼恵美子さん、山田邦子さんといった女性タレントの応募者たちのサポート役を歴任しています。メイン司会者を立てつつ、自らの存在感も同時に発揮する独特の芸風として活躍されています。渡辺徹さんの奥様は女優でタレントの榊原郁恵さんです。お二人の出会いは1984年に放映されたテレビドラマ「風の中のあいつ」、気になるあいつでの共演でした。デビュー当時から渡辺徹さんが榊原郁恵さんのファンだったため、風の中のあいつで共演することが決まりました。この出演が決まった時にはとても喜んだそうです。二人は3年の交際を経て1987年10月14日に結婚されました。披露宴の模様はおめでとう渡辺徹、榊原郁恵、結婚披露宴として完全独占で日本テレビ系列にて生放送され、平均視聴率は 40.1% と高視聴率を記録しました。太陽にほえろの出演が終わる頃には130キロまで体重が増えてしまった渡辺徹さんですが、ちょうど結婚をされた時期だったので、榊原郁恵さんによる生活のコントロールにより一時は90キロまで痩せることに成功しています。40キログラムもの減量をした渡辺徹さんですが、榊原郁恵さんの目の届かない地方ロケなどでは抑えが効かず、暴飲暴食を続けてしまいます。渡辺徹さんは偏食で野菜嫌いだったこともあり、30歳で糖尿病を患います。太りすぎていることを心配した榊原郁恵さんにマヨネーズ禁止令を出されていたにもかかわらず、榊原郁恵さんがいない時には隠れて大量摂取するほどマヨネーズが大好きでした。なんとカツ丼にも好物のマヨネーズをかけて食べていたそうです。さらに1日6食の上に飲み物はコーラの 1.5 リットルをガブ飲みし、1日コーラを6本飲んでしまったこともあると言われています。これ以降は糖尿病による合併症との戦いの連続で、2012年には本格的に体調が悪化してしまいます。3月半ばから仕事中に疲れやすく、
4月初めには5月上演予定の舞台の降板を決めた渡辺徹さん。自宅療養を始めましたが、夜も眠れず、ご飯が食べられなくなった、おかしいと訴え、病院で CT 検査した結果、心臓の肥大が判明。4月21日に入院し、冠状動脈の1本が完全に詰まった虚血性心疾患と診断されました。ほぼ心筋梗塞の状態で、持病の糖尿病により血液がドロドロだったため、カテーテル手術を受けました。手術時間は1時間の予定でしたが、執刀医が他の悪い部分もやっちゃいましょうと判断されたことで、6時間もの手術だったそうです。カテーテル手術は無事に終わり、2012年10月には仕事の復帰ができました。しかし体調が安心したのもつかの間で、10ヶ月後の2013年には再入院となります。渡辺徹さんは急に胃が痛いと言い出し、病院に行ったところ、医師から膵臓に炎症が出ているとの診断を受けました。一般に急性膵炎は糖尿病と症状が同じとも言われており、急性膵炎を発症した人は糖尿病も発症している確率が平均よりも明らかに高いと言われています。幸い命に別状はなかったそうですが、持病である糖尿病の進行を食い止めることはできませんでした。2016年には糖尿病がかなり進行していると言われ、腎機能が低下したことにより慢性腎不全を発症してしまい、それ以降は週に3回ほど都内の有名な専門クリニックで人工透析を受けていたそうです。2021年5月には大動脈弁狭窄症の手術を受けていました。約1ヶ月の入院で体重は 4kg 減り、心臓強化のため退院後も週2回リハビリに通っていたそうです。退院後は妻である榊原郁恵さんが多忙な仕事の合間を縫って3食の用意をするなど、献身的なサポートを行っていたといいます。渡辺徹さんは榊原郁恵さんに対し、よくやってくれていますね、ありがたいなと初めて思いましたと照れくさそうに感謝していたそうです。渡辺徹さんの訃報が芸能界に知られた時には、数多くの芸能人がその訃報を聞きコメントされていました。太陽にほえろで共演した俳優の三田村邦彦さんは、彼に言いたいこと、話し合いたいこと山ほどあります、今はただただご冥福をお祈りしますとコメントされていました。バラエティ番組で共演された山田邦子さんは、トールちゃんとは同年代で売れた時期も一緒で、彼のバラエティ番組のデビューは私の深夜番組でした、最初はアドリブが効かず下手くそと生放送で言ったものでしたが、すぐに名コンビになれました。当時は暴飲暴食、破天荒で本当に豪快な男でしたとコメントされています。渡辺徹さんの同級生もコメントをされており、私たちの町のみんなが誇りに思う存在と、地元の方もその活躍ぶりを誇りに思われていました。2022年12月5日には妻である榊原郁恵さんと長男で俳優の渡辺裕太さんが会見を行いました。泣きたい気持ちをぐっと抑え、普段通りの笑顔で報道陣の前に立ちコメントされました。最近の話題では、榊原郁恵さんが2023年2月24日にインスタグラムを更新し、渡辺徹さんの大好物が並んだ食卓を公開し、ファンからは、お空の徹さんも食べたかな、徹さんも見ていますよなどと反響が寄せられています。渡辺徹さんも天国で家族や私たち世間を見守ってくれていることでしょう。いかがだったでしょうか。暴飲暴食からの糖尿病に加えて、ダイエットとリバウンドを繰り返していたという渡辺徹さん、妻である榊原郁恵さんは何度も食事や生活の改善を促していたといいます。芸能界きってのおしどり夫婦と知られるお二人でしたが、残念ながら病気には勝つことができませんでした。渡辺徹さんに哀悼の意を表すると同時に、心よりお悔やみ申し上げます。ご家族の皆様も心安らかにお過ごしいただけますように、合わせてお祈りいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。渡辺徹さんへの温かいコメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。